ケビン・キーガン・ホフラントは、オランダ・リンブルフ州ブルンスム出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。ヘール・レンに生まれ、ブルンスムで育つ。4歳の時に、地元の SV、リンブルヒアに入団すると、6年後には、ホルトゥナシッタートへと移籍する。ユース時代には、左サイドを中心とした、様々なポジションを経験したが、 当時のヘンク・デュート監督によって、後にキャリアを通じて、本職となる CB に、コンバートされる。1997年9月10日の、スパルタ・ロッテルダムとのアウェー戦でエールディビジデビューを、果たす。プロ初年度は、リーグ戦6試合の出場に止まったが、翌1999から00シーズンはレギュラーを、勝ち取りクラブのリーグ12フィニッシュに貢献した。 2000年夏の遺跡市場で PSV、アイントホーフェンに加入。若手ながらも激しいチーム内競争を制して、ポジションを確保したが、UEFA チャンピオンズリーグのグループステージ、アーセナル FC 戦において、足首に重傷を負って、以降は、ビルフレート・ボーマに、スタメンの座を譲った。2003から04シーズンは、アヤックス・アムステルダムに次ぐ、 リーグ2位で終えたクラブでリーグ20試合に出場した。チェルシー FC からのローンでアレックスが加入すると PSV を退団することを決断。同クラブでは5つのタイトルを獲得した。PSV 時代の指揮官であるエリック・ゲレツ率いる VFL ボルフスブルクに加入。ブンデスリーガでのデビュー戦は2004年8月7日に行われたボルシアドルトムントとの試合で、 フル出場を果たし2から1で勝利を収めた。その後にシーズンを過ごし、いずれもリーグ15位と苦しむクラブで49試合に出場し2ゴールを記録した。2007年6月28日、フェーノールトと4年契約をかわし母国へ復帰。2008年には、自身初にして唯一となるヨハンクライフスハールを獲得したが、2009から10シーズンは、 リーグ戦8試合の出場に終わった。翌シーズンは、キプロスファーストディビジョンのエックラル中に期限付き移籍。同クラブではキャプテンに就任し、自身キャリアハイとなるシーズン5ゴールを挙げクラブは、リーグ4位となった。2011年7月には、完全移籍することが発表された。2012年3月17日、新たな足首の負傷により、現役を引退することを表明した。 2000年11月15日、セビージャで開催されたスペインとの親善試合で、オランダ代表デビューし、2から1の勝利で飾った。2002FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選にも4試合でプレーしたが、チームは予選突破を逃した。既婚者であり、3人の息子がいる。ありがとうございます。